こちら県人会。まずは自己紹介からお願いします。はい、名前が城間俊介です。2年生で学科が臨床工学科です。出身校が知念高校出身です。夢は、臨床工学技師になることです。松尾彩音です。1年で診療放射線学科です。出身校は前原高校です。夢は診療放射線技師になることです。祖慶康介です。3学年で文学部の日本文学科に所属してます。将来の夢は教員になることです。よろしくお願いします。竹原愛羅です。診療放射線学科の1年です。小座高校出身です。将来の夢は放射線技師になることです。島袋ひなたです。文学部の英語英米の1年です。出身高校は名護高校です。新垣優斗です。学年は4年生で、英語英米文化学科に所属しています。出身高校は西原高校で、将来は、警察を目指しています。今日は、沖縄の高校生からいろいろ質問が来ているので、皆さんに答えていってもらいたいと思います。それでは1個目、どうして大学に進学しましたか？まあ、大学ここ志望した時の理由としては、その段階でまだあんまり将来の夢とかがなかったんで、まあ、大学に進学しながら文学部で学びながら将来の夢見つけたいなっていうところでこの大学に進学したんですが、まあ、その中で教職っていう夢見つけることができたんで、今良かったかなっていうふうに思ってます。徳島国立大学しか沖縄の人が多くて、臨床工学技師の資格を取る学校がなかったので、この大学に行きました。沖縄でもわざわざちゃんと学校の説明会やってくれるし、めっちゃありがたいなと思って、で知り合いの先輩とかもこっちにいたから、じゃあここ行こうって感じでここを目指しました。2問目、高校と大学の授業の違いについて。まず、コマ授業である講義、高校でいうところの1時間とか1限みたいな授業の一つを、まあ、自分で組んでいって、自分だけの時間を割り作るって言ったら少し言い過ぎですけど、そういうことをして、まあ、授業に臨めるっていうのが、自分で受けたいのを受けれていいっていうところもあるし、でもちゃんと自分で考えてやらないと後でやらないといけないのをやらずにいたとかっていうこともあるかもしれないっていう、なんか怖さもあって、まあ、そこは大変さと良さみたいなのは2つあったかなっていうふうに思うんですけど、大学は自分がなりたい将来の専門的なことを教えてくれるところだと思います。英語英米の授業体系で、英語を全部ネイティブの先生がオールイングリッシュでやってくれる授業があるんですけど、高校ではそういう授業がなかったので、大学と高校の違いはそういうところにも出てるのかなっていうのは思います。3問目いきます。大学教授ってどんな人が多いですか？先生目線ってよりは生徒目線でめっちゃ見てくる人がいて、プライベートでめちゃくちゃ話して、ゲームの話したり車の話したりとかしてくれる先生が、距離がすごい近くなるかなっていうのはあります。変わった趣味持ってる人多くないですか？多い。なんか授業に浴衣着て、そのくせ靴は服の靴で来たり逆に下駄で来たくせに上スーツだったりとかいろいろ先生もいたり、あの他にもなんか、ね、変わった趣味を持った先生がいっぱいで、やっぱ自分の世界を持ってるのが大学の先生なのかなって思いました。4問目、自炊はしてますか？自炊は一応お米は炊けるようになって、まだ作ったことあるのはカレーとシチューしか作ったことなくて、今からちょっと修行頑張ります。最初来た時はもう節約のためにっていうのでめちゃくちゃ自炊頑張ってたけど、もう今となったらただただめんどくさいっていうので、いい対処法としては飲食店のアルバイト入って、まかないで飯をまかなうっていう、本当にそしたら食費も浮くし、自分で作らなくてもいいのに美味しいご飯出てくるっていう。自炊はよく TikTok とか食べたいのを調べて作ってます。例えばどんな料理を作りました？例えばカルボナーラとか、余ってる材料で消費したいやつとかを使ってやってます。そう。アルバイトはしていますか？一人人を手挙げて坂を降りたところに花丸うどんっていうのがあるんですけど、そこでアルバイト始めました。なんか人生で初めてのアルバイトだったんですけど、皿洗うだけでもなんか初めてだから楽しいし、最近は天ぷら作らせてもらってるんですよ。でそれもなんか上手にできたら嬉しかったりとかするし、花丸うどんセルフなんで、お皿返しに来るんですよ。
その時になんか、みーちゃん美味しかったよって言われたら、あ、もう最高です。今俺が働いてるところは時給1200円手前ぐらいで働かせてもらって、沖縄で1回短期でバイトした時はそこが時給950円だったから、まあまあ変わるかなっていうの、沖縄と。じゃあ次、香川県で遊びに行った場所はどこですか？琴電っていう電車使ったら1時間ぐらいのところに河原町っていうところがあって、そこは結構夜とかは割と飲み屋とかも多くてカラオケもあったりとか、今終電までは結構友達は飲んだり遊べたりするような場所で、沖縄でいうとなんかどこぐらいなんだ、国際通りまでは行かないけど那覇ちょい上っていうか、まあそれぐらいの場所が一応香川県にもあります。最初香川来た時になんかやっぱ有名なとこ行きたいなーって思って調べたんですけど、栗林公園が出てきて、日本庭園みたいなのが広がってて、なんか散歩コースみたいな感じなんですけど、まだ自分には早いかな自分が楽しむには早いかなみたいなところでした。あとは夢タウンでしたっけ、イオンみたいなところがあるじゃないですか、うん、あっちは結構ショッピングも楽しめるしいいと思いますけど、なんかパルコとかライカムとか想像していったらあれだけど、けど欲しいものは揃いそうみたいな感じでした。大学生が買い物行くってなったら河原町か夢タウンっていう、その栗林公園だったら文理の大学生だったら学生証を持ってればタダになるし、違う季節に行けば紅葉見られたり桜見られたりとかいろいろ見れるから、まだ早くてもおすすめ沖縄と違って隣に違う県があるから車であればすぐ行けるから、まあ、夏休みとかゴールデンウィークに四国一周旅行して遊んだりそういうこともできるかな次の質問、遠距離恋愛ってうまくいくと思いますか遠距離恋愛うまくいくと思う人って、うん、より連絡とか、まあ、毎日っては言わないけどできるだけ取るようにして、電話とかやったらなんか近くにいるような感じがするから、そういうの頑張ったらいけるのかなって思います。長期休みって本当に長いから1ヶ月半とか2ヶ月とかあるし、3連休とかでも帰るやついっぱいいるし、会いたければ会いに行けばいいし、まあ、ちょっと高いけど飛行機だから、そんなに気負わずに行けるかなっていうのあるかな。遠距離だったら空いた期間でなんか冷めたりして別れることになったりもちょっとするかなと思って、そのカップル次第かなって自分も思います。離れてるからやっぱり冷めるんじゃないかなって思う。移動も大変だし、会いたいって思う時にも会えないと思うので、うまくいかないんじゃないかなって思います。最後に まとめるとカップル次第かなっていうのが一番大きい、まあ、愛の大きさよね。そうどんだけでかいかっていうのがね。で次の質問、どのくらいの頻度で帰省していますか？長期休みの時しか帰ってなくて、まあ、夏休みとか、まあ、冬休み春休みぐらいしか帰ってなくて、まあ、その時しか帰れないかもしれないです。長期休みが始まったらすぐ終わるギリギリまで帰ってます。1年目とかはホームシックとかもあったし、なるべく向こうの友達会いたいっていうのでゴールデンウィークとか割となんかまとまって休みがまああったら、まあ、帰ってみたいな感じではありました。バイトしてる子たちの質問で、帰省してるときはバイトはどうしてますか？なるべく早めに、あのこれからこの期間帰りたいですって言ったら店長にお願いしたら、結構優しい方なので結構融通で聞かせてくれて、バイト入れ替わりにつけてくれてみたいな感じで帰らせてくれました。次、沖縄県出身の生徒が多い学科はどこですか？一番多いのは放射線学科で、多分理由としては沖縄に放射線の学校がないっていうのが、まあ、でっかいかなっていうのがあって、県外行かないといけない、学校説明会行くのって結構不便じゃん、飛行機乗らないといけない。でもこっちは学校説明会沖縄でやってくれるからっていうのが多いし、で昔から沖縄をずっと歓迎してくれてる学校だから、パンフレット見たらあれって一校上の先輩ここにいるけどみたいなのもあったりで、それが大きいかな、校舎が多いのは。だからまあ医療系の学科学部がすごい沖縄出身多いイメージ。沖縄出身の子がいて、まあ、よかったなって
嬉しかったりすごい助かったなっていうことがそれに言うと思うから、一番最初に嬉しかったのは訛りバレたら恥ずかしいんじゃないかみたいななんかそういうのがあって、で割と無理して標準語で喋っててみたいな時期にやっぱり同じ県出身者だとその人と喋るときは全然訛ってていいし方言もある程度通じるしみたいな、そこが気楽だったのと、ただ沖縄出身ってだけでまずチヤホヤされますまずこれ大事前提、それは本当にある、あ沖縄出身の小学校になってすぐ沖縄みたいな感じなんで友達は増やしやすいと思います。じゃあ次に友達ってどうやって作りましたか？最初はアパートが同じ子に話しかけてみたり、でその子と一緒にいることでその子のつながりでどんどん広がっていきました。入学したらなんか遠足みたいなのがあって、場所が電車でしか行けなくて、沖縄電車がないのでこの行き方とか全くわからなくて、それを近くの友達に聞いてそこから仲良くなりました。あとはサークル入るのがおすすめ。自分 もうバスケサークルでいろいろやってるけど 5,6 人は一緒に入ってきてくれる子がいるから、そこと飯行こうぜでバスケ終わりとかにで飯行ってめっちゃ仲良くなるのが一番のおすすめ。次、県外に進学して良かったことは？高校の時とかって洗濯とか自炊とかしないじゃないですか。でもこの県外に来たらもう自分で何もかもしないといけないから、もう自立して今から社会に出るじゃないですか。その時の準備にはなっているのかなと思います。まあ、冬休みに帰る直前ぐらいに雪とかあられが降ってるの見れるとか、沖縄では見れないもの、あと地味に沖縄で見れなくて結構感動したのが、夏休み帰る直前ぐらいにアパートから降りてたら階段の方にカブトムシがいて、大きいクワガタもカブトもなんか沖縄でまあちっちゃかったりするんで、まあ、少しなんか子供っぽい理由だけどなんかベタにそういう県外ならではのものみたいなの見つけれるっていうのは結構嬉しいところです。沖縄から離れたんでこの地元の友達となんか今まで以上に仲良くなったなっては感じました。よく連絡とか電話とかするようになったのでそこが良かったかなって思ってます。次、県外に進学して大変だったこと。1年目で最初自炊とか何作ればいいかなとか、あとはどう節約していくとか行けばいいのかなとか思うんですけど、やっぱ自分部活もしてるんで大体部活が8時とかぐらいに終わるんですよ。そっから家帰ってお風呂入って自炊しようってなった時にやっぱちょっと面倒くさかったりだとか大変だったりとかするので、自炊が一番大変かなと思いました。自分の家のことは自分しかやらないといけないので、なんかわからないことあっても親がやってくれないし、親のありがたみに痛感してます。俺も大変だったことは病気かかった時、高熱とかの時一人暮らしだし、友達予防にも移してしまうかもしれないっていうので呼べなかったりで、コロナ1回インフル2回かかった時は本当にもう誰も助け呼べないし、病気かかったら本当にしんどいから、それでまあ対処した方法はネットのアマゾンとかのお急ぎ便みたいなので、もうそれで注文して置き配にして持ってきてもらって、で飲み物と食べ物を確保して、薬とかも今買えるやつは確か買えるから、どうにか解熱して吐き気止めてっていうので復活してって感じかな。これで高校生たちからの質問は終わります。最後に沖縄の高校生たちへの一言を、俊介くんから。今は高校で知ってる人がいて楽しいと思うんですけど、大学行ったら勉強に励むとか、サークルに入ったり社会に出るための準備をして頑張ったいと思います。大学で待っています。受験勉強で大変な人もいると思うんですけど、大学に入学したら高校とは違う楽しみ方があるので、ぜひ勉強頑張ってきてください。この大学に進学してもしかしたら教職を目指す可能性があるかもって思ってる人は、今持ってる高校の教科書とか、もし残ってたら中学生の時の教科書みたいなものを捨てずに取っておいたら授業とかその他いろんなところで活用できたりするので、大事に持っておいてください。大学で待ってます。
県外に進学するっていうのは多分知ってる人が誰一人いなかったりしてちょっと怖いと思うんですけど、楽しみを見つけて頑張ってほしいです。県外の時の生活は、不安なこともたくさんあるけど、それよりも多くの楽しいことがいっぱいあるので、皆さんぜひ県外の大学に進学してみてください。お待ってます。分離では県人会が、沖縄県人会があるので、沖縄の方も不安にならずに入ってこれると思います。であと僕バスケ部のサークルで待ってます。遊びに行きましょう、みんなで。待ってます。以上、沖縄県人会でした。バイバイ。バイバイ。